アメリカと健全な同盟関係を築き上げていくためには、ドイツが、これ、敵対国家とやる必要はないですよ。いや、やれればいいが、実際できないし、やる必要はない。真の同盟国との間、今の日本だったらアメリカですよ。アメリカとのみはこれが必要だと私は明確に言いたい。ドイツが西ドイツ時代にポーランドとの間で西ドイツポーランド教科書会議を設置し、まあ一つの議論した。同じように原爆投下、東京大空襲、こういった歴史的意義を検証する委員会を米側に提供して、ある種のこういった誤った広島長崎原爆を投下したのは正しかったというようなことをアメリカ側に言わさないように、日米の同盟関係をきちっとするように、こういった、いわゆる検証の会も、歴史的な、こういったことが何度も出るから、グラハムさんは何回も言ってるから、こういったものは必要だと思う。大臣、今言った内閣の一員として、所管が違うとか、そんなこと聞いてない。内閣の一員は、すべてのことの所管ですよ。だからこそ、内閣は、閣議決定をして法律を出すんだ、すべての省庁に関しての。大臣、大臣の所見をお伺いしたい。上川外務大臣。西ドイツとポーランドとの間におきまして、そのような委員会が設置された理由、さまざまな理由があると思いますが、日本といたしましては、一般的にこの歴史的な事象に関する評価につきましては、専門家等によります議論がなされるべきと考えているところであります。その上で我が国としての体験および戦後の歩み等を踏まえまして、米国とも協力をしながら今後も世界の平和と繁栄に貢献してまいりたいと考えております。松原君。要するにやるということでよろしいんですか、大臣。上川外務大臣。専門家による議論、こうしたことが重ねられていく、このことが極めて重要であるというふうに思っております。松原君。答えてほしいんですよ。日本とアメリカの間で、いや、これはどこの国でもやらないと僕は言ってませんよ。日米でこういう原爆投下肯定論が出てくるから言ってるんですよ。こういう日米の同盟を毀損するような議論が平然と複数回、先ほど大臣おっしゃった通り、グラハム氏には申し入れしたと、もう一回言いよったと。どういうこっちゃって話ですよ。だから私は日米の一番同盟の基軸において、こういったことを議論するべきだと言ってるんですよ。やる気があるんですか、ないんですか、大臣。大臣。上川外務大臣。日米の関係は、さまざまなチャンネルにおきまして、さまざまな進化を遂げている過程でございます。並々ならぬこの戦後の努力をベースにした形で今があるということを、そして平和であるということの今、日本の取り組み、こういったことにつきましても、共有をしながら進めてきているところでありますし、またこうした我が国としての体験、また戦後の歩み等を踏まえまして、米国とも協力をしながら、今後も世界の平和と繁栄に貢献していくと、こういう未来志向で臨んでいるところでございます。歴史的な事象に関する評価でございますので、専門家等による議論がなされるべきものというふうに考えております。松原君。原子爆弾投下が正しかったかどうかを含めて、アメリカと議論しなければ、グラハムさんのようなありえない議論を引用する議論もどんどん出てくる。そういうことを言ってるんですよ。東京大空襲もまさに国際法違反ではないかというのは次回に聞きますが、これだって言うことを言わないとダメなんですよ。さっきの小田原さんの議論と一緒ですよ。言うことをしっかり言うことによって、我々は日米の間の議論が進めていく。今並々ならぬ努力をしてきたと言ってるけど、してないじゃないですか。現実にグラハムさんは広島長崎の原爆投下正しかったと二度も言ってるんですよ。どこに並々ならぬ努力があったんですか。根本的なところで戦略が違うんですよ。アメリカに対して、この昭和20年の日本政府が言ったように、要求をし、抗議をするという明確な態度が必要なんですよ。抗議をしないから大丈夫なんだろうと、このように彼らは思うわけですよ。単に平和な世界を目指すだけではなく、アメリカに対しては抗議をするということが必要なんじゃないかと、強く要請をしておきます。その上で、今言ったように、原爆の問題、東京大空襲の問題、きちっと日米基軸が大事だからこそ、それに関する、共同した共通認識を作る努力をする。当然、
我々の金銭に触れるものは我々日本国民の民族としての思いを貫徹をするということになろうかと思っております。最後に一言だけ所見をお伺いしております。どうぞ。上川外務大臣。我が国は唯一の戦争被爆国として核兵器による広島長崎の惨禍は決して繰り返してはならない、こうした信念の下で核兵器のない世界の実現に向けまして米国とも協力をしながら現実的かつ実践的な取り組みを重ねてきているところであります。またオバマ元大統領、またバイデン大統領に おかれましては広島を実際に訪問をしていただきまして被爆の実相に触れていただきました。今後も被爆の実相の正確な理解、これを促進するため普段の努力を行ってまいりたいと考えております。もうすでに次の質問者の時間ですから言いませんが、それがやり方として間違ってるんですよ。明確に抗議をしないからダメなんですよ。被爆の実相を知ってもらうのは大事ですよ。しかしアメリカ参与と我々は同盟国として明確に申し上げたいと、これは間違ったことをしましたねと一言も言ってないでしょ。一言も言ってないからこういうふうに繰り返しグラム氏のような発言が出てくる。知ってもらうことと意思を表示することと違うということを明確に申し上げて私の質問を終わります。ありがとうございました。